皆さんこんにちは。地球に乾杯の時間がやってまいりました。今日のゲストは作曲家でピアノの弾き語りなどの音楽活動を続ける吉岡茂美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ではまず初めに乾杯ですね。今ボジョレーヌーボーの季節ですが、今日はそうではなくてドイツの白ワイン、リースリングです。生産者は、ベッカーさん、フリードリヒ・ベッカーさんといって、有数の生産者だそうです。でベッカーさんの畑があるのはアルザスの隣ファルツという場所です。スローフードの生活を地で行くようなところなんですが、これはフローラルな香り、とても爽やかな白ワインだそうです。はい、では早速いただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ね、爽やかですね。はい、では吉岡さんはですね、今年で音楽史の活動が45周年ということなんですが、まずこの音楽史というのはどういう内容なんでしょうか。もう漢字を見てばかりに音楽史ですね、ポエムの詩で、ポエムの詩ですね、はい、ですから作詞してわざわざ曲のために作った詩ではなくて、はい、詩集の詩ですね、それに曲をつけてピアノの弾き語りをしながら歌っているという活動です。そうですか。で、もともとはどんなきっかけでこの音楽史を始めるようになったんでしょうか。私音楽大学を出まして、その後、おかげさまでそのレコードの仕事とかから放送の仕事とか、できるようになって、とにかく私作曲家になりたかったんですね、で始めていて、でもそのうちやっぱり私たちの世代、団塊の世代ですけども、女の作曲家っていないんですよね。それで現場に行きますと、今はこう打ち込みみたいなのがあって、一人でこうできますけど、みんなこうミュージシャン、当時は全員ミュージシャンの中で私がこうやって棒を振りながらやるわけですね。そうすると女の作曲家って珍しすぎますので、注目を浴びすぎてしまって、やっぱり男の人がなんだよこの姉ちゃん何もできないんじゃないのみたいな、もう最初からそういう感じで臨んでくるんですね。それでもうわざと変な音を出されたり、で私は吉岡茂美って名前ないのに姉ちゃんっていう名前になったり、早く嫁行けよとか、すごいそういうことをね、もう全部男の人なんですよ、ミュージシャンが。そういうね、時代だったんです。でどうしてどうして私作曲の仕事したのにこういう、ことを言われるのかってすごく悲しかったんですけど、でも街にあふれている歌も当時ほら、あなた好みの女になりたいとか、私のおみさをなんとか、女のみさをとかありましたよ ね。なんだか女の人がなんかこう主体性のない、男を好みになれば幸せになれるみたいな、そういう歌も多かったしで、ちょっとそれに私とも全然大体出てくるの、でも明神さん細いわね、細くて髪の毛がすごい目がパッチリしてるような、そういう女の人ばかりで、どうも自分と違うと思って、もっといろんなね、女がいるってことをね、歌にしてほしいとか、もういろんなことがね、当時25歳前後ぐらいでしたから、もううつうつともしてて、その時にですね、何かこう自分で詩を書ければよかったんですけども、なかなか言葉も書けない、そのうちに友人がちょうど高校 の友人だったんですけど、共同通信という新聞、で福島支局に勤めたんですね、で吉岡さんこんな詩があるよって言って、東北にその福島の、新海百合子さんという方の詩を送ってくれたんです、そしたらやっぱり彼女はその農村を見つめてずっと生きてきた人なので、やっぱりすごいじゃない農村って、男尊女卑の、でそういうことがすごくこう詩に表れていて、もう私は都会育ちなんですけど、東京育ちなんだけど、突然飛んでいってしまって、新海さんのところに、それでなんていうかな、いろんなことを教えていただいたんですね。この植物の名前知ってるって聞かれても全然知らない、でそのうちなんだか強烈な詩が多いもんですから、この詩に曲つけてみたいなって気持ちになって、で今度北上市に住んでらっしゃる小原玲子さんという詩人とも、ご紹介を受けまして、そちらにも通って、それで
あの2人の東北に住む2人の女の詩ですね、ポエム、よりというコンサートを、あのあれが27、8歳でしょうか、あの新橋のヤクルトホールで行いました。そうですね、うん、それが私のあの第1回目のコンサートなんです ね、この羽ばたきっていう、すごく時代的ですよね、羽ばたきっていうコンサート、これがその時のパンフレットですかね。そうですね、東北、女の東北に住む二人の女で、なんかこう、この中にこれが新海百合子さんと小原玲子さんなんですね、このお二人の人曲つけました。でこの詩の中にね、あの男を信じなくなったその時、女は乳房を天に向け立ち上がった、女と戦争っていう詩があるんですけど、まあ、こんな、ね、詩もあったりして、もうなんか飛び越えちゃいましたね、突然ね。そうですね、なんか、で、まあ、コンサートをしたんですけど、私はもうすごいもう自分を全てを出し切って、でこの舞台上にあの立っている人たちは全部女性、女の人だったんです、だからあの詩人もそうだし、作曲も女、それから歌うのも女、演奏も女、ダンスをするのも女、全部女の人だったんです。これが1977年、そう、それの11月でした。そうですか、ちょうど11月、今から、ちょうど45年前、だからそうなんですね。こうして生活の中からもう湧き上がってくる言葉ですから、やっぱり力強いものがありますよね。だから逆に、まあ、そういう意味ではまだ何の経験もしてなくって、ただその苛立ちだけを感じていた、私は人でしたから、突然やっぱりそういう中に入ってきたかったんでしょうね。じゃあこの時集まっていらっしゃったお客様も、あの女性が多かったですね。多かったです。ただもう私は、私にとっては精一杯のコンサートだったけれども、やっぱりこう新海百合子さんは本当にこの農村を見つめて、農村と女を見つめてきた人なので、やっぱりこう私はまだ若い作曲家だし、メロディーなんかも甘いんですよね、やっぱりね。なのであのや、あんまりあの、好評、彼女にとってはあのいい感じではなかった。でやっぱり私は都会のお姉ちゃんであり、お嬢ちゃんかお嬢ちゃんであり、なんか自分が一生懸命書いた詩が都会、銀座ですからね、新橋のヤクルトホール、なんかネオンとともに飛び散っていってしまったような気がするみたいなことをおっしゃってました。ちょっとショックでした。いや、ね、でも、ご本人喜んだと思いますよ。あ、そうです、まあ、そういうきっかけがあって、で音楽史という言葉もご自分で、そうですね、音楽史、音楽詩集みたいな形でコンサートしてきましたね。でその第2回目のライブっていうのは、その後それでね、すごくその落ち込んじゃったんですね、1回目あの飛び越えすぎてしまったもんですから。それであの、本屋さん、あの詩の本屋さんがありましたんで、そこでこう立ち読みをしていたら、あの茨木のり子さんとか、新川和江さんとか、私を束ねないでとかですね、なんかこう自分のこう心の中の言葉に近い人と出会うことができまして、それであの曲をつけさせてくださいってあのご連絡して、で曲をつけさせていただいて、自分の気持ちに近い詩をそこであのピックアップして、コンサートをまたし始めました。そうですか。そしてその3年後ですね、ファーストライブから3年後に今度ファーストアルバム、そうですね、これは、茨木のり子さんとか新川和江さん、高良留美子さんという、詩人たちの詩に、曲をつけて、これが1980年ですけれども、ジャケットもしゃれてますね。そう、宇野かまきりさんというイラストレーターの方が作ってくださ、書いてくださったんですけどね、すごく素敵ですよね、これね、これご本人、そう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 、当時のなんか髪型がそうです1980年バッチリですね。あら素敵ですね。もう思い出の、そうですね、女の歌、そして現在という今ですね、そうですね。でこの中の内容がいろいろありますが、まあ、私が一番綺麗だった時に茨城のですね、有名なですね、あと怒る時、怒る時と許す時と許す時ですかね、あとコーラさん、彼女、彼女ね、私が一番綺麗だった時、まあそうですね、あ、これは貴重ですね、
当時はレコードの時代ですもん ね、 またね、いいですね、いいですね、また、うん、あのブームが来ているそうですよ、うん、そうですよ ね、 ね、こういうアナログの、はい、そうですね、はい、そして80年からあとこの時代と重なるかもしれませんけれども、音大を卒業された後、うんうん、今度また女子大に、そうなんですよね、学士入学ですね、なんか音楽大学があんまり自分には向いていなかったんですね、でなんとなくこう普通大学に行きたいとなんとなく思ってまして、でテーマはやっぱり私はその子どもの歌とその、女の人の文化に関わる仕事をしていきたいと思う、そういう表現をしていきたいと思ってて、で女子大に行ってみたいとすごく思ったんですね、日本女子大に、で結局日本女子大の、児童学科に、学士入学という形で、ちょうどこのコンサートをしたその年でした、ああで入学しまして、じゃあライブ活動と、勉強と勉学と それとNHK とか放送のお仕事もしてましたね。でも最初からそういうお仕事があるっていうのはすごいですね、そうですね、まあ恵まれていた、でも大変だったけど、まあね、そうですね、まあ現実社会を見たわけですよね、そう、まあ、でも結局、女であったからちょっと得した部分もあるじゃないですか、あの人ちょっと女なんだ、作曲家女なんだと思って、じゃあちょっと作ってみようかなと思われたのかもしれませんね、そうですね、80年代に入って、で音楽史の活動をさまざまなところでライブを始めた、ね、そうですね、始めました、で吉岡さんといえば与謝野晶子の詩を曲にすることが有名なんですけれども、与謝野晶子の詩とはいつ頃出会ったんですか。与謝野晶子は私はこのアルバムを出した時にもうすでにお腹が大きかったんですね、でファーストアルバム の、 その PR とかのこんなお腹大きくて関西とか行ってて、で次の年1981年に男の子供が生まれたんですけれども、やっぱりそれまでは私が何を考えて生きてるかとか、私という形で生きてきたんですけれども、子供って母親が何を考えてるとか関係ないわけですよね、お腹が空けばなく眠ければなく、もうとにかくもう自分が明日にの命をつないでいくの精一杯な子供を目の当たりにした時に、私がこう主張したいとかそんなことが何の意味があったんだろうとすごく落ち込んでしまいましてね、で子供を背負って練馬の図書館に行きました。その時に与謝野晶子はとてもよく知ってたんですけど、それまでなんとなく私は与謝野晶子ってなんていうかな、女っぽいっていうか女をこう生きてるみたいなイメージがあって、なんかちょっとあまり興味がなかったんですけど、その歌集と詩集を見た時に、その中に現れているそのエネルギーとですね、色彩感、すごくその落ち込んでましたから救われまして、それで与謝野晶子の詩や短歌にとにかく曲をつけてみたいと思ったんですね。そうですか。与謝野晶子は、優れた文学者であり、ジャーナリストでもそうですね。で、鉄寛さんがパリに留学した時もその後を追って一人で行く、そうですよね、あれすごいですよね、船であそこのウラジオストクまで行って、それからシベリア鉄道で行くわけですから ね、 ね、当時 ね、 そうですね、私は自分だったら考えられないなと思いますね、そしてですね、パリで取材を受けた時に、余談ですけれども、女性の仕事で非常にこう魅力的な仕事として新聞記者を挙げていらっしゃいました。あ、そうですか、それは知らなかったです、ジャーナリスティックなご自分のね、素質もあったんだろうし、そんな新聞記者女性がいることはもう少ない時代ですよね。本当ですよね、女性に向いているというふうにおっしゃってたみたいですよ、初めて知りました、今日は勉強になる、そういう意味で日常のこともそうですし、社会に対しても非常に関心があったそうですね、って聞いてますよね、まあでも大したもんですよね、サネック、あんなにたくさんの子供を産み育てて、全部で13人、そうで1人亡くなって、そうですね、でもそれで、あれだけ4万種ですか、短歌、そうですね、小説は書くは、もう体から生み出せるものを全部生み出した状態ですよね、そうですね、ね、
でもなんか末の娘さんの藤子さんにお会いした時には、まあ、一番最後の娘さんお子さんであったせいなのか、すごいこういう元気な秋子ではなくて、非常に静かで声の小さい木で言うならば真っ白い木、そういう感じの母だったって言ってましたけど、どうなんでしょう、一番目のお子さんとの印象は違うのかしら。違うかもしれないですよ ね、でもなんかいろいろテープとか聞くと声小さいですよね。あ、そうですか、だからあの藤子さんに、吉岡さんももう少しこう小さい声での表現があってもいいわよねって、私すごく声が大きいんで言われましたよ。まあ、でもやっぱりお歌を歌うのでね、そうですよね。で最初に与謝野晶子の詩を曲にした作品は何だったんですか。やっぱり君死んだ誠の流れでした。そうですね、そう。でもあれはすごく長編、長い、ね、その詩ですけど、自分がすごくいいと思ったんでしょうか、一気にあの作曲しましたね。で、まあ、それをはじめとして、たくさんの山の動く日とか、あの詩もたくさん書いてるし、あの作曲してますし、あの短歌ですね、短歌もね、短歌もすごくあのたくさん曲つけてます。そうですか。で、まあ、与謝野晶子といえば今ちょうど新型コロナウイルスでパンデミックで大変な時期ですけれども、当時もスペイン風邪というものがね、そう、なんかあれ息子さんとか家族も罹患したらしいですよね。 そうですよね。その中でも、あの火の鳥という、あの歌集を出してるんですよね、で末娘の藤子さんも出産してるのその時。あ、そうですか、今よりかもちょっとやっぱり大変な時期ですよ ね、当時のスペイン風邪ね、たくさんの人が亡くなったから、そうですね、で与謝野晶子に続いて、あのこの人はって思った方は、その次に、あの晶子と出会ってすぐ出会ったのが金子みすゞだったんです。あ、金子みすゞは新聞記事で、みすゞの手書きの詩集が見つかって、あの本人全集になるということを知って、どんな詩なんだろうと思ってそれ見たら、私その出版社と仕事をしたことがあって、からそれをあの発見した矢崎節夫さんという方もあの知り合いだったんですね、なので電話しやすくて出版社に電話して、まだゲラの段階の、あのみすゞの詩をあの朗読してもらって、あ、これはって出かけて行って出版社に、そして読ませていただいて、それであのもうすぐ作曲したいと思いまして、あのなんですか、新聞記事が12月に出たんですが、その次の年の3月の、3月10日のみすゞの命日に全集が出版されて、でその6月にはもうコンサートしてました。金子みすゞといえば26歳で亡くなって、早く、そうですね、どんなところに魅力を感じたんでしょうか。だから私はあの金子みすゞの詩はあのいわゆる童謡詩としてはあまり捉えていなくて、あのなんていうかな、みすゞ自身の心の叫びだったり、私たちが気づかない、あの見えないものを、あのあなたちょっともう少し考えてみたらどう、みたいな、そういう鋭いメッセージを、あの くれる詩として、あの曲をつけて歌ってるんです。あの時代、今もそうですけれども男女の格差があった時代ですよね。もうやっぱりね、あの当時あの大正ですもんね、あの新幹線もないし、そんなに人がこう流通するわけでもない中で、あの山口県仙崎というこういう町で、あれだけのこう感受性の強い鋭い考え方を持っている人が本当に暮らすのはあのきつかっただろうなという気はしますよね。そうですね。でも本当に純粋なね、あの詩なんですけどもね、まあ、地元でみすゞの詩が見つかって、そして、その地元の方に、出版社の方に、地元ではなくて、あの矢崎節夫さんっていう、あの童話作家の方が、あの金子みすゞの朝焼け小焼けだ夕焼けだ、大場いわしの太陽だ、あの浜は松江のようだけど海の中では何万のいわしの弔いするだろうという、その詩をあの童謡全あの日本童謡集の中で見て、それであのこの人はどういう人なんだろうとずっとこう探していたんですね。そして手書きの詩集と出会うことができて、それで全集となって出版されたという。そうですか。
で、ライブも始めたんですね。そうですね、はい、だから、私がその前週が出版されると記事を読んだのが1983年の、はい、あの12月で、84年の3月、金子みすずの命日の日に前週が出版されて、はい、で6月にはもう金子みすずの世界としてコンサートしてたという。でその時にこれリリースされたのがこの、その後ですね、後ですね、その後ですね、どんな曲が入っているかというと、あの金子みすずの、皆さんよく知ってるのは私と小鳥と鈴とって、そうですね、ご存知ですね、はい、先ほど その大量も入ってます、あの本当いろんな、これは全24曲、あのやってる、入ってるんですけども、24曲も逆に言えばお作りになるっていうのはすごい、もっとあるんですよ、歌はもっともっとあります。そうですか、うん、詩を読んで、まあ、自分の中で一回こう受け止めて、そしてそれをメロディーにって、そうです ね、なんかこうパッと見た時になんか出会っちゃうんですよね、その詩と。はあ、それでそうするともう、あれですね、嬉しくなっちゃって、自分の心のどこかみたいな気分になって、そして作曲する。だから私があの詩に 曲をつけている詩は、やっぱり私の、私が全部説明できる私の中のどこかにある言葉だったり感性だったり、そういう詩なんですね。そうですね、はい、そしてその他どのような方の詩を、岡本かの子とか、岡本かの子ですね、政党の女たちの詩にも、それであとは万葉集とか、はい、枕の草子とか、そっちの方にも行きました。そうですね、枕の草子、そうですか。枕の草子ですとどんな作品が、枕の草子はほらあの第1弾の、春はあけぼのから始まるあの春夏秋冬ですね、あそこにあれに曲をつけて、そうですか。あと、いろいろと CD もお出しになってらっしゃいますけれども、まあ、与謝野晶子さんも多いですね、はい、あと工藤直子さんの詩、高良留美子さんの詩とかいろいろ ね、そうですね、高良留美子さんはね、去年12月に亡くなられてしまって、そうですね、そうですね、ずっとね親しくさせていただいたんですけどね。実際にその詩の作者とお出会いになって、どんなことを感じました？コーラさんはどんな方でした？コーラさんは本当にね、少女みたいでしたね、なんかね、で一生懸命いろんなことを考えて、いろいろ話すと、そうねって目が輝いて、それが作品になったり、でほら私たちが出会った頃ってまだあの ワープロすらもない時代ですから、はい、手書きの詩の時代ですよね、こんなのができましたみたいなのを送っていただいたり、まだだから私のところに彼女の自筆のものが結構あります。そうですか、茨城のりこさんはいかがですか？茨城さんはね、もうそろそろ電話したんですよ、私、あの曲つけさせていただきたいんです、もう怖くて、でそしたら、じゃあ一度うちにいらっしゃいませんかって言われて、それで早速訪ねていったら、本当に気さくに迎えてくださって、その時に今でも忘れられないですね、あのサラダ作って、こうやって本当に美味しいサラダ、それからなんかあのコンサートにも来てくださって、だけど、茨城さん の茨城のり子の詩を歌うみたいな企画のコンサートしても一切ゲストには出てくださらなかったですね。そうですか、それは好きじゃないみたいで、だけど一緒にお食事したりちょっとお酒を飲んだりみたいなことはさせていただいて、実際にお会いになってもこうおおらかな感じの方なんですか？本当にあの、さっぱりとしたあのなんていうの、詩人、神経質な詩人というああいう感じではないですね、そうですか、であと、新川和江さんですね、新川さん、ここにお写真を持ってそう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 来ていただきましたが、そうですね、新川さんは随分、あのゲストにあの来てくださいまして、そうですね、あの自作詩を、この写真はいつ頃のですかね？そうですね、これいつだろう、今から30年ぐらい前かもしれませんね、お元気な姿、あと土井孝子さんもよく来てくださった。土井孝子さんはね、吉岡さん、私はこれ、はい、どこまでも追っかけていきますよとか言ってコンサートは本当にいつも来てくださって、私のそのゲストにもあのリーディングという形で出てくださって、私が一番綺麗だった時を朗読していただきました。ぴったり土井さん、そうですか、で本当に
あの私のコンサートにいつもあの時間があるときは来てくださいましたね。そうですか。あと吉岡さん、あの六本木コンス、あ、神楽坂、神楽坂女性合唱団、六本木は男ですね、神楽坂女性合唱団、そう、あの小林あの勝代さん、料理研究家のね、でちょっと前からあのコンサートを呼んでくださったりなんかしてたんですけど、こういうのやるんだって言って、この指止まれ、その指に止まって、合唱団の団員になりました。あのピアノを弾くのではなくて、お歌の方 で、はい、その時にあの緑の星にという、あの歌を勝代さんの詩で私の曲で作りまして、それが今も団歌として歌われてるんですけど、あの地には花が咲きといって、あの戦をやめて愛してゆこうって一番最後フレーズなんですね。要するに地球の星たち、あの生きている者たちはみんな家族なんだっていう、だからまあ戦争とかそういうものに対する、まあ、反対したい気持ちを思いを歌にしたものなんですけど、もう今でも本当にきちんと、そうですね、歌える歌ですね、始まった70年代から今の現代振り返ってみてですね、この社会はどのように変わったのか、進化したのか、後退したのか、変化したのか、どう感じます？私の活動ってずっと同じだったんですよね。一直線で同じことを歌ってきたし、同じ姿勢でずっときた、はい、でも時代は少しずつはあの変わってきた、だけど根本の悪は変わってないですね、何にもね。悪というのは例えば悪い、あの政治の仕組みとかですね。そうですね、何も変わってない、何なんでしょうねこれ。そうですね、まあ、それから戦争を繰り返す、そうですよね、制度的には。例えば男女機会均等法が80年代から始まりましたけれども、まあ、制度を整えたからといって何にも変わってないですよね、そしてやっぱりみんなが何か奪い合う、そうですね、で戦争は絶対いつもどこだ、どこかで起きているですよね。何もだから私がこれ歌い始めて45年ですけど、自分のこの活動を通して世の中を見ることができるんですけど、何が変わったのかと思いますね、逆に。そうですよね、この根本には何があるかなんですよね、弱い人に対する蔑視や偏見というのはどこから来るのか、おそらく誰にでもあるのかもしれませんけれどもね、だからいじめの構造みたいなのはずっと前からあったわけですよね、結局。そうですね、そうですよね、で今もいじめはあるし、でどこかで苦しんでる人がいるしなんですよね。そうそうそう、吉岡さんはそれを音楽史という形で表現されて皆さんに届けてきたわけですよね、まあ、届けたいと思ってきたんですけど、結局どこまで届いたかな、届いていないかも。そうですね、はい、で今度の11月26日なんですが、この45周年を記念したまたコンサートがありますですね、はい、これは東京のサントリーホールの、ショーホールのブルーローズの方ですね、で、行われて、まあ、越野さんもゲストに来ていらっしゃいます ね、こういうことなんですが、このライブで、披露される曲のリハーサル風景を皆さんにご紹介したいと思います。あの君しいたもうことなかれを練習しているところですね。Thank you.
皆さんにお聞きいただきましたのが君死にたまうことなかれですね。当日も披露されるんですけれども、この26日のサントリーホールのブルーローズで行われるコンサートには、先ほども申し上げましたが越野純子さん、越野純子さんは神楽坂女性合唱団の今団長されてるんです。そうなんです、団長さんなんですね、はい、それから俳優の田村亮さん、田村亮さんと今回は詩の朗読をしていただいて、田村さんにそう、それで一緒にやるんですけれども、月をテーマに、私はこの今コロナの時は、なんか自分の中で月がテーマでね、この月を世界中の人たちがその満ち欠けを見てるんだなと思うと、なんか非常に心が落ち着く気分になりました。そうですよね、それをテーマにちょっと田村亮さんの朗読と私の歌でと。田村さんとはどのようなきっかけで、本当に言うと私この金子みすずの、コンサートをある会場でやってる時に、田村さんが金子みすずをテーマにやってるいらしたんですよ。で、私人から紹介を受けて、実はオファーをその時にかけたことがあって、その時たまたまお芝居の、お稽古とあれで難しかったんですけど、この度またご紹介いただいて、やっと悲願のなんとかです、実現20年ぶりぐらい。そうでしたか。田村亮さんも金子みすずさんやってました。それでもびっくりしましたね。はい、それから小林照子さん、後世のね、そうすごいです、87歳でもうバリッバリ元気で今お仕事なさってますね。小林さんも女性合唱なんですか、ね、全く違う。小林さんはもう25年ぐらい前からの知り合いなんです。じゃあ吉岡さんのコンサートにもう何遍も来て、お客様としても来てくださって、ゲストとしても。そうですか。そして、合唱団の有志の方が、14名参加して、で、緑のさっき言った緑の星に歌ってくれますね。よかったですね。で、このコンサートで披露されるのは先ほどの歌や、あとどんなものがありますかね。一部では今まで私が歌ってきた歌ですよね、私を束ねないから始まって、ずっとね、自分史とともにちょっと語って、ゲストの方にも出ていただいて、2部はですね、晩秋もテーマにするんですけれど、私このコロナの中で、2020年には与謝野晶子の火の鳥、歌集火の鳥から、3首ですね、選んで曲を作って、で2021年は阿仏にって言って、その伊佐酔日記というあれで有名な鎌倉時代の、その人の和歌から2首、曲を作りました。で、今年は加賀の千代女という俳人です、俳句ですね、加賀の千代女、それを6だったか、一つの組曲みたいにして作曲したんですけど、私の中ではコロナ三部作って言ってるんですけど、それをもう披露させていただきます。もちろん今の君死にたまうことなかれとか、そうですね、私が一番綺麗だった時やるんですけど、コロナで
おうち時間巣ごもりが多かったんですが、うんうん、そういう時間にいろいろと作曲を、うん、曲作りを進めてた。そうですね、まあ、とにかく七夕コンサートを毎年やってまして、あ7月に、うん、はい、それだけはつなげていきたいと思いました、はい、でも最初の2つ曲でやったんですけど、緊急事態宣言の後ですから、でも30人ちょっとぐらいしかお客さん見えない、でも来てくださってありがたかったです。本当にあんな時にね、それでずっとあの3年間続けてきて、で、まあ、45周年は、まあ、あの1回しか私にとってはないんで、うんうん、まあ、ちょっと頑張ってみようかなと思って今回企画したんです。はい、ということで皆さんぜひ、来ていただければと思います。まあ、与謝野晶子も金子みすゞも茨木のり子さんもですね、本当に心のに染み入るような言葉と、うん、そして吉岡さんのメロディーで、皆さん楽しんでいただけると思いますので、はいはい、そして今度は CD ですね、これを、ね、記念して、記念して新しい CD を、これ抱く火の鳥ってあれです、与謝野晶子の、あの置いた方がいいですね、あの中で、あの抱く火の鳥って言って最後になるんで、すごくいいですね。火の鳥の中の、歌ですね、短歌の中の一つのフレーズですね、要するにおとなしそうに見える人も心の中では火の鳥を抱いてるってすごいですね、で26日に発売ということですね、ということです。はい、で、まあ、今パンデミックの世の中で、そして先ほどのように何も根本的には変わらないという中でも、吉岡さんがこれほどまでにこの音楽史の活動に情熱を注げていらっしゃるということで、こうご自分の中でどういう、こう葛藤なり、皆さんに伝えたいという言葉があるんでしょうかね。やっぱりこの詩人たちが紡いだ言葉というのは、本当にそのなんていうかな、詩人たちも一つの言葉を書くのに安易な気持ちでは全然書いていないし、はい、ね、これを、書いて売れたいとか、そういう気持ちもないけど、ただ心の中のものを一生懸命こう紡いでるわけですよね、だからそれに私もあのこうやって生きている、中で、自分の中にあるその悲しみだったり、ちょっとした喜びだったりとか、あの苦悩だったり、それを本当に言うと自分で言葉に表したり、ピアノの音色だけで表したいんだけど、それができないので、あの詩人の詩にあの言葉と思いを借りて、あのまあ作曲してるんですけど、少しずつでもそういう、あのなんていうのかな、あの、情熱でもないな、心のひた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 としたものが、あの一人でも多くの方に伝わっていったらいいなと思います。そうすれば、あの悲しくない寂しくもないかなっていう気はしますね。まあ、ポエム、詩の持つ力と音楽で、皆さんの、ね、心が少しでも和らいだり、癒されたりする、ね、やっぱりごまかしのない言葉ですからね、やっぱり晶子とか、あの本当に茨木さんの詩っていうのは本当にごまかしのない言葉、私もよく感じるんですが、まあ、いろいろ問題がありましてもなんとなく進んできましたよね、でその背景にはこういった与謝野晶子や大正時代、それから昭和の初めの女性たちのいろんな苦悩が背景にあって、今の私たちがこうやって暮らしていけるんだと、本当に感謝の気持ちでいっぱいですよね。それはあります。でもう一つは悲しいのは、いくら私たちが叫ぼうが何しようが、なかなか変えることができなかったり、伝わっていかないって今世の中ってあるでしょ、そうですよね、悔しさ、そうですね、だからこういう詩を通してそういうものがもっともっと、そうですね、あの歌となり言葉となり広がっていって、なんか少しでも、そうですね、なんでこんな届かないのかと思うんですけど、いや私も本当に不思議なのはですね、まあ、ジェンダーギャップ指数もそうだし、幸福度もそうだし、報道の自由も、どうもそうなんですけど、日本はなぜこんなに、ね、低いのかと、でも私も国民性もあるような気がします。でも
自分たちの周りには必死に生きている人が大勢いてね、私たちもいろんなことに対して反対だとか、うん、それから言ってるじゃないですか、ちゃんとね、こうしたいって、はい、でもなんか伝わっていかないって、悔しい、ね、本当に悔しい、うん、もう一歩と思うんだけど、そうですよね、まあ、でも諦めないと、うん、まあ、土井孝子さんではないですけれども、ね、うん、諦めない、いやいや、まあ動くかもしれないので、そうです ね、うん、そう、私も諦めないで45年やってきましたから、いやもう今度次の50年に向けての第一歩ということで、生命体として元気ならば、まあ、じゃ あ、 あの最後にどんな地球を次の世代に残したいか、まあ、次の女性たち、あるいはあの今ね、多様性ですから男女に限らず、どんな未来を次世代に残したいかなんですがね。私がこのやってきたあの活動はやっぱりあの与えられた命はその人なりに伸びやかに、はい、あの生きていかなければいけないっていうのがテーマだったので、それが伸びやかに生きていけない何か要素がいろんなことがありますよね、それは全てノーだっていうふうにして私は表現してきたので、今もずっとそのままでやっていくと思います。そうですね、うん、あと戦争もの、ね、いろんな差別もの、そういうことですよね。そうですね、うん、まあ、ウクライナの情勢がまだまだ、うん、続きそうですけれどもね、本当に ね、はいはい、じゃ あ、 あの吉岡さんの夢は何でしょう。夢夢ですか。夢、まあ、でもあれですよ、もう音楽史のことしか考えてないみたいですけど、やっぱりあの私が何かをこれから求めていったり、はい、苦しんだり、はい、あの悲しんだり、そうしていると必ず新しい人と出会っていくんですよ。あ、うん、私のほら代弁者ですから、この詩が、ね、うん、だから私がもう昼寝ばっかりしてダラダラしていると何にも出会うことはこれからできない。だからまあその、まあ、年だんだん重ねていってますけど、その感受性のアンテナだけはピリ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 させて、そうですね、うん、生きていって、そしてあーって自分が興奮するような詩にまた出会っていきたいです。そうですね、うん、それが夢、うん、現代の詩人でももしかして、そうなんですよ、非常に感受性が豊かで、うん、吉岡さんの心を捉える詩があるかもしれないですよね、うん、出会っていけるような気がします。そうですね、うん、はい、わかりました。じゃあ今日のゲストは吉岡茂美さんでした。どうもありがとうございました。